塩焼きそばの美味しさっていうのは塩に魚介の旨味が入ってると美味しい。それぐらい軽く色が変わってきたら、食べた瞬間美味しい。皆様こんにちは、伊藤キングコングです。塩焼きそばを食べたことはあるけど、いまいちね、何の調味料入ってるかわからないとか、たまに作るけどなんか味が決まらない、こんな感じかなみたいな思われてる方、今日の動画を見れば塩焼きそばの美味しい作り方と調味料わかります。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速今日の食材でございます。まずは麺。今日はね、スーパーで購入しました。はい、こちら高級お好み店用プロ用プレジデントの焼きそば、めちゃ美味しそう。まあ焼きそばは麺が美味しいとよりいいと思うので、今回はねこちら使用します。はい、続いて具材です。豚バラ肉、キャベツ、ニラ、人参、ピーマン、そしてレモンでございます。具材に関しては、まあ、お好きなものでいいと思います。今日はこれ用意してますが、もう豚肉ともやしだけでもいいと思います。そのあたりは、ご家庭の冷蔵庫を見て、決めていただけたらいいかなと思います。それでは今日のポイントの調味料を作っていきましょう。はい、それでは調味料のポイントです。塩焼きそばというので、もちろんお塩入ります。塩焼きそばのベースの旨味、これ欲しいです。そこにはこれ使います。ウェイパー、要は練りの鶏ガラスープ、こんな感じ。はい、これ今日ウェイパー使いますが、あのシャンタンとかでもいいと思います。で、旨味が入りました。次は塩味、ただその塩味にも旨味が入っていると非常に美味しくなります。これがめちゃくちゃポイントです。これです、ナンプラー。塩焼きそばの美味しさっていうのは塩に魚介の旨味が入っていると美味しい。なので今日はナンプラー使いますが、めちゃくちゃこだわる方はね、例えばアサリを酒蒸しして、その酒蒸しの汁入れるとめちゃ美味しくなります。ただそれをするのはなかなか大変なんで、これね、ナンプラー貝ではないです、お魚ですが、魚と塩の旨味が入ります。これ入れるとね、めちゃくちゃ美味しくなります。そして僕のチャンネルではナンプラーいろんな料理に使っているのでね、使い切ること可能です。ぜひ購入してみてください。じゃあ行きましょう。今日は2人前のレシピでございます。今日は分かりやすいようにグラム測って、グラムで説明していきます。やっぱりね、小さじ1とかってこのモリッとして分かりにくいと思うんで、今日はグラムを測ってやっていきたいと思います。ウェイパーです。10g。 続いてナンプラーも 10g 入れます。料理酒は大さじ2、30g です。そしてお塩入ります。お塩が 3g。 こちらまだ加熱してないので、お塩溶けますが、鶏ガラスープの素、これは溶けません。ただほぐしてるぐらいでいいです。はい、これで調味料完成。はい、それではもうあとは炒めたら完成なんですが、今日使ってる麺がなんかめちゃ美味しそうなんで、よりね美味しい麺に仕上げていきたいと思います。市販の麺ってやっぱりね、結構硬くなってると思います。でこのまま炒めていくとちぎれたりねしてしまうので、まず電子レンジ入れます。はい、一応爆発しないように切れ目入れておきます。はい、これで 600W、 1分加熱します。1分加熱しました。ある程度ね、こんな感じでほぐれます。もっちりと出ます。よりもっちりさせたいので、ここにねお湯かけます。お湯入れたら軽く混ぜます。
一手間ですが、こうすることで麺はもっちり、さらに表面についていた油、くっつかないようにね油を塗ってるんですが、それが取れて臭みもなくなります。麺本来の美味しさが出ます。さっと混ぜたらすぐにお湯を切って炒めていきます。それでは豚肉から炒めていきますが、サラダ油かラードを使ってください。ラードもねこんな感じでスーパーに売ってます。ラードが溶けたら豚肉入れていきます。はい、これぐらいです。あまりジューっていう高温にしなくていいです。中弱火ぐらいでじっくり豚肉から油出していきます。はい、これぐらい軽く色が変わってきたらもうお野菜入れていきます。人参です。キャベツも入れます。豚肉の油で野菜をしんなりとさせます。キャベツと人参が少ししんなりしたらピーマンとニラも入れます。火力は中火です。お肉とお野菜に塩コショウで下味付けます。はい、こんな感じ。もう野菜炒めとしても美味しそう。豚バラ肉から出た油とラード、豚肉の油です。それで炒めてるのでもう美味しそうです。もうこれでね野菜炒めてて非常に全体的にしんなりしました。そうしましたら麺いきます。真ん中開けてこの豚肉の油めがけて麺、ね、麺を焼くように下に、麺を入れたら最初に作ったこちらの塩だれ入れていきます。熱で溶けていきます。こんな感じ、麺にしっかり塩だれつけます。周りのお野菜は塩コショウで味付けます。タレがしっかり溶ければ全体合わせます。いろんな旨味入れました。最後にまとめるのがこちらレモン。これで全体的にまとまります。火を止めてレモンを絞ります。全体的に混ぜたら完成です。はい、それでは盛り付け。はい、これで塩焼きそば完成でございます。美味しそう。いただきます。
うわうまっ。食べた瞬間美味しい。これこれ、塩焼きそば。調理したのでナンプラー入れたって分かりますが、お店でねこれをパッと食べたら、うわ何この旨味ってあるわけですよ。それはナンプラーです。ウェイパーです。うん、確かに麺もほんと鉄板焼き屋さん、お好み焼き屋さんとか焼きそば屋さんみたいなところで食べるような、あのしっかりした麺、美味しいね。さすがテレビで紹介されたやつ、うまい。はい、中火で炒めた野菜もシャキシャキです。うん、美味しい。はい、ということで本日は塩焼きそばご紹介しました。今日のね動画を最後まで見ていただいたらすっきりしたんじゃないでしょうか。これで塩焼きそば作るときに、あの調味料ね、あ、こうかと分かったと思います。ぜひねご家庭で作ってみてください。今日の動画が参考になりましたら、ぜひチャンネル登録と高評価、通知ボタンの方もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。イートキンコングでした。バイバイ。またあのナンプラーレシピもやりますので、思い切って買ってください。さよなら。